国際放射線単位測定委員会は国際放射線医学会によって1925年にもともと X 線単位委員会として設立された標準化団体で1950年に改名されたその目的は放射線及びその物質との相互作用に関する物理量及びその単位の使用について概念開発定義勧告を特に放射線によって引き起こされる 生物学的効果の側面から行うことである。ICRU は国際放射線防護委員会の姉妹機関である。大まかに言えば ICRU が単位を定義し ICRP がそれらを放射線防護においてどのように使用するかを勧告する。発足後最初の20年間は正式な会合が国際放射線学会の会期中に行われたが1950年代以降は その任務の拡大に伴い、毎年会合が持たれるようになった。1953年までは ICRU の議長はアイクアを主催する国の国民であったが、以後は常任委員を選任することに決まった。最初の常任議長は1928年から委員の一員で1934年から幹事を務めたロリスティン・エステーラーであった。 テーラーは1969年まで勤め、引退時に名誉議長の地位を与えられ、2004年に102歳で亡くなるまで維持された。1950年代後半、ICRU は国際度良好委員会と共に多くの食い違いを克服し矛盾なく使える単位系を作るために CGPM によって他の科学団体に招かれた。この団体は最初は、 単位系委員会の開発を監督した。1950年代後半、ICRU は不定期報告書を刊行し始めた。2001年、刊行周期が定期化され、現在は Journal of the ICRU の名前で半年に1回、刊行されている。委員会は、最大50人のメンバーで構成される。委員の任期は4年で1950年以降は、 現職委員によって指名されている。委員は、科学的能力によって選抜され、放射線医学及び ICRU が手掛ける、その他の分野の専門家集団として、広く認められている。委員会は、報告書の売り上げ、欧州委員会、米国国立がん研究所、国際原子力機関からの補助金そして間接的には、会合の場所を提供する組織及び企業から資金を得ている。 委員の多くは、大学や研究センターの常勤の地位を持っており、彼らの経費は生産されるが、その他に、彼らが ICRU から報酬を受けることはない。ICRP と共同開発した ICRU57 に基づく放射線防護と線量評価における外部被爆線量に関する量の使用委員会は、以下のような多くの計量単位の定義と導入を担ってきた。 種子の量に対する多くの異なる単位は、世界の計量学の考え方の変化、特に CGS 単位系から国際単位系への移行を示している。以下の表に放射線量の SI 及び非 SI 単位を示す。米国原子力規制委員会は、SI 単位とともにキュリー、ラド、レムの使用を許容しているが、欧州連合の欧州計量単位例ではそれらの、 公衆衛生からの目的への使用は1985年12月31日までに段階的に廃止された。委員会の事務局はストックホルムにあり、その法的地位は英国のチャリティである。ありがとうございます。